誕生からおよそ2世紀、自転車は時代時代の社会と関わりながら生み出され、その歴史を形作ってきました。ヒストリー、越方の自転車たち。日本でも2人しかいない自転車専門の学芸員、自転車文化センターの八田貝和夫さんを案内役に、自転車たちが走り抜けていった歴史を振り返ってみましょう。ヒストリー、越方の自転車たち、案内役の八田貝和夫です。これから私と一緒に自転車の歴史について考えていきましょう。ところで、皆さんは日頃自転車をどのように利用されていますでしょうか。レースとして、レジャーとして、あるいは通勤通学、買い物の足として、いろいろな形で利用されていると思います。ところが、このような多様な利用の仕方、それに沿った形、そういうものを作られている乗り物は他にありません。日常生活の中ですっかり溶け込んで何気なく使っている自転車、それが誕生したのは今から約200年前。人間の歴史の中で見てみますと、本当最近のことと考えてもいいかと思います。これは17世紀の末、ヨーロッパの貴族の人たちが遊びとして使った、セレリフェールというものです。紀元前からあった車輪ですね。その車輪を2つ前後に取り付けた簡単な乗り物なんですけれども、これが自転車誕生のヒントの一つになるためには、近代という時代の条件が必要だったんです。かつて乗り物の主流は馬でした。それが産業革命から近代へという流れの中で、ヨーロッパの人たちはより便利でより早くという意識が強くなってきました。その意識の中で、近代という時代が生んだのが自転車だというふうに考えてもいいかと思います。生物の進化で例えて言うならば、地球の環境の変化が新たな生物の種を誕生させたわけですけれども、自転車は近代という時代が自転車を誕生させたとも言えると思います。それではこれから、自転車の始まりであるドライジーネから、ペダルのついたミショー、オーディナリー、そして現代皆さんが使っている自転車と同じ形のセーフティーまでのスタイルの変遷を追って見てまいりましょう。この乗り物はドライジーネ。1817年に誕生したこの乗り物から自転車の歴史は始まりました。ハンドルを切りながら地面を蹴って進むことができるこの機械を発明したのは、ドイツのカール・フォン・ドライス男爵。森林管理官として働きながらも、発明家として大成することを夢見ていた人物です。彼はこのドライジーネを上流階級向けにレジャー用品として売り出すことにしました。その目論見は成功し、ヨーロッパ各地で流行。ホビーホースという名前でも呼ばれるようになります。このドライジーネに関する特許は、現在では膨大な数に上る自転車関連特許の第1号ともなりました。重さや価格などがネックとなって、現在の自転車のように手軽な乗り物ではなかったドライジーネ。それでもこの乗り物が風を切って走る喜びを人々に与えたことが、その後の自転車の発展へとつながっていったのです。